おはようございます。今日は3月20日、月曜日でございます。ライブ配信を開始いたしました。今日は映像を豊富にして配信を行っております。1回目はあこちらの MacBook Pro で、えー、配信しております。2回目は Windows です。Windows のパソコンでライブ配信を行うときもございます。そしてこちらがあ現在、 iMac ですね iMac で、えー、昨日作ったフュージョンを映像化しております、えー、こういった絵を作って、えー、映像の中に配置していくということを行っておりますそして4番目が現代の私のデスクトップでございます、えー、A と m i n i を使って、えー、切り替えているということでございますね で、えー、これがあライブ配信うんのおしている状況でございます。えー、これをおちょっとしてみますね。えー、あー現在いー YouTube の方に配信しておるという,う絵でございます。まあいつも YouTube さんにはお世話になっておりまして。 えー、ここからあライブ配信を行っているということでございますこちらが OBS のスタジオですねこれちょっとエコーがかかっちゃいますけれども OBS というソフトを使って例えばあこの後ろの背景を動かしたり映像、えー、を最適しながら配信を行っておるということでございます えー、設定の方もまあ繰り返して行っていくうちに、えー、学び取ることができましたですね。でこちらの方も何といっても <laughs> この私自身の絵でございますけれども普通にグリーンバックを使っておりましてこのグリーンバックでもって行っているというところでございますねこれはエコーかかっちゃうよね。 <laughs> エコがかかっちゃいますけれども一応このグリーンバックを使ってやっておるという表示だけは確認することができると思います手元にあるのはこれですねサンディスクという SSD のディスクでございます でハードディスクと SSD を比べて、えー、どうしてもーハードディスクと比較した場合 SSD の方が速いです。とい,いうことは快適に編集が行うことができると。 ということなんです SSD を使うことによって、えー、私はあかなりメリットを受けております。編集のスピードが上がるということは快適ですし、いろんなエフェクトをかけたり、あのエフェクトをかけると重くなるんですよね、<laughs> どうしても、あのー、編集ソフトが、動きが鈍くなります。尺が長くなれば長くなるほど、おおお時間かかりますんで、えー、そのカバーするということは、この SSD、 とといいいうことがあ一番いいですね、えー、マシンに、えー、Windows の方はマシンに装着できますので、まあ、じかけ、えー、して行っております。Mac の方も、まあ、通常は NAS でもって、現代 NAS のデバイスでもって録画をしておりますけれども、この SSD で録画するということも時にはございます。まあ、それだけこの、 SSD というものが普及しているということを皆様方にお知らせいたしまして、ライブ配信を終了させていただきます。ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。それでは、これで失礼いたします。